アルシド・ドルビニはフランスの博物学者である。動物学、軟体動物学、古生物学、地質学、考古学、人類学などの分野に貢献した。クエロンに生まれた。父親は繊維でアマチュア博物学者であった。博物学に興味を持ち、パリでルイ・コルディエとジョルジュ・キュビエの弟子となった。修正、キュビエの天変地移を擁護し、 ジャンバティスト・ラマルクの進化論に反対した。ドルビニはパリ自然史博物館のために1826年と1833年に南アフリカを訪れた。ブラジル、アルゼンチンなど南アメリカ各地を訪れ1万点以上の博物学のコレクションをパリに持ち帰った。旅行機としてラリレーションジボイッチ団 L、アメリーク・マリディノリーを表し、 チャールズ・ダーウィンはこの本を19世紀の科学の記念碑的な作品と表した。1840年、フランスの化石に関する著書、ラ・ペイリアントラジー・フランセーズを表した。1894年に代表的な著作、プロードロームでペイリアントラジー・ストラタグラフックを表し、その中で約1万8000の種について著述した。1853年に、 パリ自然史博物館の古生物学の教授となった。現在も使われている地質学の年代名を作ったことで知られる。a d オーブは植物の学名で命名者を示す場合にアルシドドルビニを示すのに使われる。ありがとうございます。